カナリア諸島ダービーは、スペインカナリア諸島にある CD テネリフェと UD ラスパルマスのサッカーの対戦のことである。テネリフェは、テネリフェ島、サンタグルスでテネリフェに本拠地を置き、ラスパルマスは、グランカナリア島、ラスパルマスでグランカナリアに本拠地を置く。2015から16シーズンは、ラスパルマスがプリメーラディビシオンに、テネリフェがセグンダディビシオンに属する。 ラスパルマスの本拠地である、エスタディオ・グラン・カナリア・テネリフェの本拠地である、エスタディオ・エリオドロ・ロドリゲス・ロペス・サンタクルス・デ・テネリフェと、ラスパルマス・デ・グラン・カナリアは、カナリア諸島自治州州との役割を共同で、担っており、両クラブは、完全に隔てられた島に位置するにもかかわらず、創設以来カナリア諸島の2大クラブとして、派遣を争ってきた。 リーグ戦での初対戦は1953から54シーズンのセグンダディビシオンであるが2試合とも引き分けに終わった。1963から64シーズンまでの対戦成績はテネリフェが2勝、ラスパルマスが2勝、引き分けが4試合と互角であったがラスパルマスがプリメーラディビシオンに昇格したことでリーグ戦でのダービーの開催は20年間途絶えた。 ラスパルマスは1960年代と1970年代に流星を極め、1968から69シーズンにはプリメイラディビションデニーとなり、1977から78シーズンにはコパデルレーで準優勝した。1983年にラスパルマスが西軍ダディビションに降格したため、1983から84シーズンには20年ぶりに、 リーグ戦でのダービーが開催された。テネリフェは1990年代に最盛期を迎え、1992から93シーズンと1995から96シーズンにはプリメーラディビションで過去最高位の5位となった。1996から97シーズンには UEFA カップで準決勝に達したが、優勝したドイツのシャルケレイ4に敗れた。 2001から02シーズンにはプリメーラディビシオンで初のダービーが開催されたが、同シーズンには両クラブともにセグンダディビシオン降格となった。UD ラス、パルマスのスポンサー、ラカジョデコネリアステネリフェのスポンサー、コジェイコネリアス。ラスパルマスは黄色のシャツに青色のパンツとソックスを身につける。テネリフェは青色と白色のシャツに、 青色のパンツと白色のソックスを身につける。ラスパルマスの本拠地は3万1250人収容のエスタデオ・グラン・カナリアである。ラスパルマスでグラン・カナリアに位置し、カナリア諸島で最大の収容人数を誇る。2007年には、スペイン代表が北アイルランド代表と親善試合を行い、シャビの得点で、スペインが1の0で勝利した。 テネリフェの本拠地は2万3000人収容のエスタディオ、エリオドロ・ロドリゲス・ロペスである。サンタグルーズでテネリフェに位置し、これまでにスペイン代表の試合を4度開催して、ドイツ代表、スイス代表、ポーランド代表、スロバキア代表を招き入れた。ありがとうございます。